デモクラシータイムズをご覧の皆様こんばんは、目黒敦子です。朝晩冷えるようになってきました。11月も半ばを過ぎてもう1年もあっという間、そんな感じですよね。さて今週も日刊現代で1週間振り返っていきましょう。今週の担当の方ですが、ニュース編集部長の今泉義孝さんと、スポーツ編集部の阿川大さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今回は阿川さんがたまたま担当なんですが、はい、春間富士の暴行、はい、事件がすごくにぎわせてますよね。そうですね、はい、うん、まあもういろいろと報道されてます通り、はい、まあ、あまりこれ詳細言ってもしょうがないんですけど、まあ、とりあえず春間が殴って、で高野岩が大怪我して、うん、今問題になってると、はい、ところがもう白鵬がいやビール瓶で殴ってないと、うん、俺手に持ったけど滑り落ちた、うん、持ったのは持ったの、うん、でその手は出したけど、はい、その私が入って止めたと、うん、となるとこれまでの報道されてたような、じゃあそのボコボコにしたっちゃ何だったんだと、はい、30発分なったことありますよ。極真さんとか、ね、高野岩の、ね、はい、お兄さんとか血だらけになったとか、はい、でクソもキラリアってと話してたとか、はい、もう全然矛盾しちゃってるんですね、はい、となんと、まあ、じゃあ どっちかが嘘ついてるっていうことになりますけど、す、ね、じゃあどっちが嘘ついてるのか、はい、よくわかんないです今は。わかんないですよね。わかんないですね。わかんないですよね。ただ本当にいろいろ複雑なんかも絡み合って、朝青龍は出てくるわ、はいはい、元小結び極秀山は出てくるわ、はい、で昨日はまあ白鵬が出てきて証言するわと、もいろんな人物も出てきて、役の中的になってくるね。ただ一つその中で明らかにおかしいぞと言えるのが、はい、高野花親方なんですね、うん、高野岩の師匠なんですけど、はい、高野井花親方がもう被害届を警察に出していると、はい、これはあの事件のあったのが去年、あ、先月の11月26日、まあ、午前1時とか2時とか、まあ、今25日は深夜とも言えますね、はい、その26日の3日後29日に警察に被害届を提出していると、うん、でそこで教会にはその時は何も言ってないと、はい、で教会が知ったのは、11月の3日、あ、2日ですね、うん、警察から連絡あって、うん、教会びっくりしたと、はい、そんな何も聞いてないよと、うん、っていうことでその翌日、まあ、まだ巡業中でしたから電話などで、高野岩の師匠の高野花親方と、うん、春間内の師匠の伊勢川親方、はい、これに電話で聞いたんですね、はい、と何か全く容量を得ないと、はい、あんまり二人とも肝心なこと喋らないと、はい、で高野花親方は、うん、高野岩の怪我については、うん、いやあれは階段で転んだんですと、それ以上のことはよく分かりませんと、うん、はい、そこがおかしいよね。それで被害届出しちゃうの。そう、被害届出すときながらそう言ってると、うん、その被害届出したということはその時点で加害者はいると、誰かやったやつはいるっていうのは、うん、まあ、はもう確信があったはずじゃないと、出さないって言うんですよ、うん、はい、それをそこで言わずに、うん、教会にはいやよく分かりませんと、階段から落ちただけですと、うん、あ、結構嘘ついてるんですね、はい、でその後、まあ、こうした経緯があって新聞に出てしまったと。スポーツ日本に14日にですね、はい、あのスポーツ日本というのも、はい、まあ、高野花が評論家務めてるスポーツ新聞なんですね。なるほどね。それがあの2日目、あ、3日目の日、はい、一社だけスクープしたんです、うん、ですよね、被害届、高野花が高野井は今場所休場しますっていう、うん、休場届を出したんですけど、診断書を出したのは初日じゃなくて2日目なんですね。通常、うん、もう初日の時点でもう前日休場が分かっている力士については、はい、初日の時点で診断書が出てるのが恒例なんですよ、はい、そうだね、普通そうですよね、うん、記者席に一般的、一般常識からしてもそうですよね、はい、もう事前に協会に提出しちゃって、はい、記者席に張り出されるんですね、はい、こうこういで本名は何とかなんとか、こうこういう理由で、前日 何週間何ヶ月ですと、うん、で病院の、はい、その住所とかどこが診察したって書いてあって、はい、それがなぜか初日なくて2日目に出たと、うん、でなんだこれはと、みんな記者もびっくりじゃないですか、ね、うん、はい、え、なんでこんな怪我してんのって、うん、髄液が漏れてる、はい、骨折してると、そう、なんだなんだっていうところに、はい、スポーツ日本が実はこんな大事件があったんだよと出したと、うん、と教官びっくりですよ、はい、聞いてないよって感じ、え、なんでこんなのと、うん、で教官はもちろん調査したんですよ、はい、調査してましたけど、うん、なんかその両親親方2人がいいってことよくわからないと、要領、はい、うん、得ないし、誰も特にこの件について騒いでないと、うん、で高野岩自身も怪我して後に被害届とかでも出た後に
巡業にも出て稽古もして、そうですよね普通に取り組みっていうかやってますよね。で福岡県の田川市、はい、田川市というところにあの高野花火屋の宿舎があるんですけど、はい、そこの市長訪問も表敬訪問もしてるんですよ、はい、もうすんごい顔も綺麗なんですよ、怪我した様子もなく、うんうん、二桁勝ちたいって言ってたもんね。そう二桁勝ちたいって言ったら、高野花親方がいやうちの部屋で勝ち越しっていうのは二桁なんだぞと葉っぱかけたと、はい、おかしいなと、うん、なんでこんな怪我になって急に怪我になってんだ、はい、そこで協会が高野花親方、伊勢川親方呼び出したんですね、はい、改めて、うん、これは14日ですね、はい、3日目の報道出た当日、はい、そこでうちは書いたんですね、協会事情聴取したんですよ。で、それで協会が聞いたのは、いやなあの前被害統計出したじゃないかと、うん、そのことを協会に何も聞いてない、警察から聞いたんだとうちらと、はい、まあその、まあ、100歩ずっと、まあ、被害統計出したのはしょうがないいいとしても、じゃあなんでお前あの時転んだだけって言ってたじゃないかと、はいはい、なんで転んだだけで被害統計出すんだと、はい、でつまりそれは誰かね、高野岩が誰かに怪我をさせられたっていうのを知ってたんじゃないかと、うん、だったらなんでそれをね協会がヒアリングした時電話で聞いた時に言ってくれなかったんだ、はい、で協会はね、はい、質問したんです、そしたら高野花が急にもう逆ギレして、うん、いやそんなのもう誰かに突き飛ばされたかもしれないじゃないですかつって、でもかもですよね、それもかもしれないですよね。例えばじゃ あの自分とこの会社で部下が転んで、うん、あの翌日怪我して出社してきましたと、なんか頭とか包帯巻いたり気がしてます、はい、どうしたんだお前は、うん、いや階段から落ちたんですつって、うん、そうかつって気をつけろって普通済むじゃないですか、うんうん、それを上司が変に疑って、うん、いやもしかしてこっち誰かに落とされたかもしれない、うん、よし警察に被害届出しておこうなんてしますか、うん、普通しますか、そんなことは、何度も繰り返されてるならね。そうですね、あそうですね、またかお前大丈夫かっていうのはあるかもしれないけど、あるいは酔って記憶がないとかね、そういうことならまあ分からなくは、少なくともそれだったら本人によくじっくり話を聞くじゃないですか、そうですよね、何なんだろうね、何この突き飛ばされたかもしれないじゃないかっていう、そうなんですよ、逆ギレは想像でしかないわけですよね、想像しかないとでそんなことで被害届を出す人は果たして世の中にいるのかと、はい、とも教会も何なんだこいつはと、となるといろんな疑惑、やっぱりもともとまあスポニチが報じだけが報じたという時点で疑いの目に行ったんですけど、はい、つまりこれはねあの高野花親方のアピールじゃないかと、いや私も報道出るまで知らなかったんですって、ねはい、これアピールしたいからこういうこと言ってんじゃないかと、じゃつまり結局今まで全部ことを隠してて、はい、このタイミングで大きくうちの弟子がやられたっていうことを大々的に報じるための、はい、これ高野花親方の考えてんじゃないかと、考えんじゃないかと、はい、でもう全部もう高野親方が嘘ついて嘘ついて隠したり、はい、今回もいい加減なその階段から、はい、突き飛ばされたかもしれないなと、うん、よくわかんないことを語ったり、でもそのなんか狙いがあるわけだな、狙いはやっぱりその伊勢ヶ浜親方、ね、との関係っていう、ね、高野花親方と伊勢ヶ浜親方っていうのは、うん前回の去年の二次選挙の時、はい、手組んでるんですよ、手組んでるの、手組んでるんですね、うん、これはあの現在の八角親方、はい、八角理事長政権、はい、これに高野花親方は反発したいと、はいはい、でそのためにはあの自分一人が理事になっただけではもちろん勝てないと、はいはい、理事選が勝っても理事長選挙っていうのは理事の5選で決まるんで、うんはい、半数以上少なくとも自分の息のかかった理事を、はい、意見を同じくする理事を送り込まないとダメなんですよ、うん、そこで伊勢川親方っていうのもやっぱりこれはあの元横綱ですから、はい、横綱朝口ですから、うん、自分が理事長になりたいって野望を持ってるんですよ、はい、でも現体制だと自分はどうも目がないと、うん、そこで高野花親方と手を組んでるんですよ、はい、であくまででも利害関係だけで手を結んだ二人であって、うんはい、前回の選挙では理事長選挙では負けてるんですよ、うんまあ、八角理事長はね今、はい、まあそうだなってますから、はい、とそうなるともともと考え方も年齢も全然違う2人ですから、うん、すぐにもう仲違いしちゃったんですよ、うん、で今どうも伊勢川親方は、まあ、その高野花一派、うん、派閥を抜けようとしてるんじゃないかと、うん、で高野花親方はだったらもうね伊勢川親方に回してた票などを全部もうやらないと、うん、なんとか次の選挙で落としてやろうと画策したんですよ、そこに来てどうも自分の弟子が伊勢ヶ浜の弟子の春間氏に殴られたらしいと、はいは
そういうこともあってこの事件を大きくしたかったんじゃないかと。とんで非人魚的な話だね。なんとまあ実際ね、高野岩の怪我とかもどうも、ね、殴られた直後なのに全然怪我してないと。そうですよね、最初の診断書もね全然違うっていう。そうですね、診断書もあの高野岩っていうのは病院にすぐ行ってるんですよ、うん、はい、その春町で殴られたと言われた直後、はい、病院に行ってそこの診断書を警察に出すんです。被害届ですからね、はい、その診断書には骨折なんとか全然書いてなかったんですよ、ところが福岡市に入って急に入院して、はい、11月5日から9日まで入院していたと、うん、はい、その間のその入院した時の診断書になると急に骨折、髄液漏れなどが書いてあったと、まあ、精密検査の結果と言えなくもないですけど、果たしてね、まあそのまあ、地方の病院とはいえ、うん、そこまで全部見落とすのかという、うんうん、そうですよね。でなんかこう次の日とかせめて2日後ぐらいだったらそういう、 こう頭の、ね、なんか怪我っていうのは後からいろいろ来るっていうけど、それぐらいだったらまだ分かるんだけど、ね、結構な日にちが経ってからですよね、うん、そうなんですよ、10日ぐらい経ってるから、それだとちょっとまたそれ信憑性も薄いかなみたいな。高尾市の市長の表敬訪問行った時も、はい、これですが11月の2日なんですよ、その時まだ2桁勝ちたいって言ってたやつが、はい、急に3日後入院しちゃってると、下手なことばかりだと。だから結局この事件を大きくして伊勢ヶ浜親方をに何か ダメージを与えようとしてるんじゃないかと。ここでダメージを与えて、もし今回の処分で伊勢ヶ浜親方が降格処分、理事から降格となれば、選挙で策を弄することもなくライバルを蹴落とす、蹴落とすことになりますよね。でも今回のニュースとかいろいろ見てて、私知らなかったんですけど、伊勢ヶ浜親方って結構かっこいいなと思って聞いちゃった。結構かっこいいなと思って見ちゃった。なんかちょい悪風になってましたね。ちょい悪風でなんかあれなんかこんなかっこよかったんだっけと思って。そういったら、そう貴乃花の風貌は、まあ、だいぶ変わったけどね。レーパンのサングラスしてオールバックで、なんかちょっとねそっちの筋の人っぽい。そう。ぽい。怖い感じかな。いい加減説明しないと。そうなんですね、自らの身を危うくすることにもなりかねないよね、うん、高野花もね、だんだんみんな気づいてきてるんじゃないんですか、うん、高野花がおかしいよねっていうどうも怪しいぞっていう世論に傾きつつあるもんね。ワイドショーなどもね今、うん、しかし下せないのは高野花親方の行動ですとか、そうそうそう、不思議がありますっていうような報道が多いですから、そうですよね、何年かに1回怪しい行動を起こしてましたね、確かそういうところありますよね、うん、お騒がせな人ですね。あとこの事件で取材して面白かったのがもう1点、うん、あの春間内と高野岩の関係なんですね、うん、高野岩はモンゴル人力士、はい、春間内はモンゴル人、はい、まあ、後輩ですね、はい、で今回の事件では、まあ、高野岩がいろんな暴言を吐いて、うん、それに春間内が怒って切れてビール瓶でこうやったと言ってますけど、うん、はい、実はその高野岩のことを一番可愛がってたモンゴル人の先輩って春間氏なんですよ。なるほど。以前から、自分春間氏が自分の後援者と飯行くときに、はい、高野岩連れてきたこともあるんですよ、一人だけ、はい、で後援者がびっくりしちゃって、どうしたのって聞いたら、あ、すいませんちょっと今日こいつ連れてきましたって、いいですかって言って、はい、で脇屋と食事してたと。で高野岩は今回の事件でそのもうあなたたちの時代じゃないとか言ったと言われてると、はい、それに春間氏が怒ったんだと、うん、ただその高野岩のその暴言は、うん、もう今回以前何ヶ月も前から力士会でよく言ってたって言うんですよ、うん、はい、でそのたびに春間氏は、うん、いやお前ちょっとそういう言い方はねやめろと、うんうん、俺の悪口を言うのはいいと、はい、俺の非難はいくらでもしていいと、はい、そうじゃなくてそういう言い方するとあんたたちの時代じゃないなんていうのは、うん、先輩たちに、うん、俺だけじゃなくていろんな先輩たちにも、うん、それはね侮辱する、はい、言動だと、はい、言葉だと、うん、そういうことをやめろとずっとたしなめたって言うんですよ、はい、で今回も1時間の時からその飲み会のモンゴル力士会の1時間の時から高野岩はそれに類いする発言をしてあったんですよ、はい、そのために春間氏が、ね、やめろと、うんなんかバカな人相場みたいにそればっかり言っちゃうんですかね一回言われたら大体さあここでは言わない方がいいなって大体分かりますけどね。まあ、春間氏も結構説教癖があるんで、はいはいはい、ガーって言っちゃってと多分そのうるさいなと思って、いやそうじゃないですよ、まあ、あんたたち今時代が違うんですよとか、ね、そういった可能性あるんですよ、そういうニュアンスで。でも春間富士自体がねじゃあそうやってすぐにねこう切れちゃうとかそういう感じのところってあるんですか、うん、普段は非常に温厚で、うんうん、まあ本当に
慈善活動、はい、あの障害者施設の寄付とか、はい、公にしないのも結構あるんですよ、はい、モンゴルでもやってます、日本でもやってます、はいはい、ただ先お酒入ると、うん、ちょっとヒートアップした癖があるみたいですよ、酒癖ってやっぱ相当悪いと、はい、あなるほど、まあ、よくね言いますよね、はい、普段は温厚でも酒入ると人変わっちゃうとか、まあ そうね、そういうタイプなのね、そういうタイプなんですね、うん、実際そのだからあの暴行があったと言われてるその日、うん、翌日というかまあ当日というんですかね、深夜の午前1時の後の午前中の、はい、鳥取巡業ですから、うん、そこで白鵬と春間氏が2人で話しているところに、はい、高野が立って、はい、寄ってきて、はい、昨日はすいませんでしたって、うん、謝ってるんですよ、はい、あそれはもうかなりの目撃証言があるわけですね、ありますね、はい、それはなんで高野山が何ですいませんって言ったかっていうのはまあおそらく自分の暴言、うん、言動じゃないかと、はい、それがもう結局引き金になってるわけですからね、うん、で、はい、すいませんでしたって言って、うん、2人ともああ分かったっていいよ、うん、いいよと、うん、ふうに応対してるんですよ、それみんなの前に言ってると、はい、ちゃんと白鵬もその場にいたと、うん、おそらくだからそれでおシャンシャンその場にいる面々ではことが済んでるはずなの、はい、なんか蒸し返したやつがいるってことですか、蒸し返したのは高野花ですかね、そういうことだよね、そういう疑惑がね、言っちゃいけなかった、疑惑がいろいろちゃいました、ね、その場でシャンシャンで終わってるのは大したのもなかったんじゃないかと、そうですよね、なんかあのもったいないのは今回、ね、場所中にこの話題の方が注目されちゃってて、確かに、ね、なんか本来のね、その、うん、ね、安倍錦がなぜか連勝してる、ね、5連勝とか岸本里がなんかもう2敗してるとか誰も注目しないですよ、ね、そう、安倍錦がね、ちゃんとこう復活してね、本当ですよ、面白いはずなんですけど ね、うん、でも僕らの目もこっちの方についちゃいますよね、こっちの方に行っちゃって、そうです、土俵がちょっと外れちゃうんですよね、うん、なんかたあのこうリジットあろう人がね、やっぱりそのそっちではない、うん、要は場所ではないところに注目を持っていかせるというのは、うん、はっきり言っちゃうと相撲業界にとってはダメなんじゃないですかね、だからマイナス、まあ、だからマイナスよね、要するにその各界で要するにファンから見る以上に貴乃花が、うん、ね、なかなか人望がないというところにつながっていることでしょうね、うん、だからそうやって裏でいろいろやるしかないんだよ、だからなんか楽になれないんだよみたいな感じですよね、そうですね、高野花もね、現体制ひっくり返して相撲界改革したいって言ってますけど、はい、いや一番引っかき回してるのは、そうですね、現状では高野花ってことになっちゃってる、はい、少なくともそう見てる人は多いっていうことなんですね、はい、うん、そうですよね、断言はできませんけど、あの一般の方は気づかなかったところが今回で気づいてしまう人も多いだろうなというところはありますよね、まあどうなるかですね、といったところで今回そうだ、はい、まだまだ面白かった続きそうで、まだまだ新たな事実が出てくるかもしれないんで、そうですね、でもね、調査もされちゃってるわけだしな、ね、横綱が来週の美和さんでいいんじゃないの、うん、なんつって、うん、はい、ということで、はい、春馬夫人の暴行事件についてお話しいただきました。さあ、そして今度は今泉さんに加計学園、そうなんですね、認可、はい、ね、おりましたけども、今週もほとんど春馬夫人の話題の方が大きくなっちゃってて、はい、実はあの、はい、衆議院の、文部科学委員会で、はい、この問題の集中審議も行われてたんですけども、はいはい、まあ、ほとんど、ね、テレビでは取り上げられてなかったんですが、うん、でしかも要するにその加計学園の獣医学部新設の、うん、まあ、設置任期が、まあ、確かに出たんですけども、この加計学園の獣医学部新設の申請書類っていうのが、うん、それの認可されたことによって閲覧できるようになったんですけどね、はいはい、これがまあ、うん、なんかの中身がひどいっちゃひどいんですよ、うんうん、でそれがまあ実はあのこの1週間の中で一番報道してたのが、うん、うちの新聞なんですけども、はいはい、だからまあ特にまあそのひどかったのがですね、要するにその獣医学部、この加計の要するに愛媛に作る獣医学部の目玉の一つっていうのが、うん、BSL3 研究施設、はい、要するにバイオセーフティーレベル3の研究施設なんですけど、はいはい、まあ、狂犬病とかね、結核菌とかのね、うん、動物のいわゆるその病気、その、まあ、狂牛病までも含めてなんだと思うんだけども、はい、そういったものを研究する施設が売りだったんですが、はい、でもその実際にどういうようなカリキュラムになるのかというと、まあ、本来であれば経験の豊富な専門業者が建設するバイオセーフティの安全管理主義を実践取得することが目的であると言いながら、人獣共通感染症学実習では動物は使わないと、うん、で何でやるかっていうと、シミュレーション動物って書いてあるんですけども、シミュレーション動物って何だってことです、これぬいぐるみなんだよね
だそのなんか動物のぬいぐるみをこうなんか実際に見立ててそのいわゆるその感染症の研究をするっていうので、それって裁縫学科の間違いなんじゃないですか。いやいやいや、それはなんかいわゆる塗ったり歩きったりじゃないからね、しかもね、はいはい、どっちかっていうと、そうすると開けたらちゃんとこう内臓とかこうちゃんと成功できるんですかね。もうなんだよくわかんない、だからままごと的というかね、お医者さんごっこ、獣医師ごっこみたいな感じにしか見えないんですよね。だからまあ、まあ、これもなんか一番呆れちゃったんだけれども、要するにその他にもねいろいろと問題が山積みになってきていて、なんか本当に教授も集まんのって話が今ちょっと話題にはなってきてますよね、はいはい、北海道新聞なんかが実は報じているんですけども、はい、帯広畜産大のある教授が、要するにその獣医学部の教員、あの家計の獣医学部の教員に就任する予定だったんだけれども、これもまあ要するにその方が辞退の意向を示していると、でなんかどうもね、そもそも教員不足なんですよ、はい、例えばなんですけども、北海道大のこの獣医学部になりますとですね、学生が80人に対して100人弱、うん、教員の数が、はい、うん、わかる、はい、でところが、加計学園獣医学部は学生140人集めるんですよ、うんうん、いきなりその、まあ、北海道大の倍近く、うん、全国の中でももうかなりの数を占めてしまうみたいな感じなんだけど、うん、はい、それに対して教員の数は75人しかいない、うん、あの学生の数と教員の数が逆転してるわけですよ、ね、はい、それでそもそもあの講義実習をやろうとしたら、要するに全国大学獣医学関係代表者協議会の会長の稲葉さんという方はですね、はい、これ北海道大の教授なんですけど、うん、これでやろうとしたら75人で本当にやろうとしたら寝ていられないと思いますよと、先生方と、うん、はいはい、っていう中で、しかもその75人もどうも要するにその本当にこの人つくのと、名前だけ借りてるだけじゃないのとっていうような幽霊教員だったと、でその最悪の事態もなるっていうような感じだし、でそもそも韓国の留学生ばっかり集めてるし、でその韓国の留学生に対しては要はなんだ、あのノーベル賞を受賞した方がを加計学園を輩出してるっていうふうに言うんだけど、それも嘘で、たった1年きりしか調べれば分かるんですよね、いなかった人がたまたまそれはノーベル賞を取ってはいるんだけども、うん、それは加計学園の教授として取ってるわけじゃないよね、単に1年間その教えに来た人だから、別に輩出もしてないじゃないですか、うん、そうですね、加計学園の出身の方がノーベル賞を教えたってだけだから、はい、だからちょっと待てよ待てよ待てよっていうのが、うん、実はその認可が下りてからも、はい、実はそのオープンになった資料によって、うん、まあ、今言ったことだけじゃなくて、うん、はい、細かい問題、うん、結構ボロボロ出てきてかなりずさんなんですよね、うん、やっぱり、要するにそれが特に認定された、はい、要するにその本当に、なんていうのかな、まあ、加計さんはこう言ってたのかな、世界に冠たる獣医学部、うん、こう言ってたんだけど本当にそうなるのと、既存の獣医学部にもっと手厚くやっていた方が、はい、うん、いいんじゃないのかっていうような気もするんですね、うん、わざわざこの特区制度を使って新しくバカでかい、はい、あの獣医学部を作るよりはというような、はいはい、だから今からでも遅くないから林大臣はもう一回立ち止まってですね、うん、認可を撤回した方がこれ多分将来ですね、うん、この獣医学部になろうとしている今の若い人たちにとっても、うん、はい、かなり禍根を残すことにもなりかねないし、そうですね、だから目指していた方々にとっては今すごく、うん、あの問題だと思うんですよ、でしかも国をまたいで生徒を募集したりもしてますから ね、はい、ね、だから韓国、うん、それは何の意味があるのかさっぱり分からない、まあ、それは、まあ、要は人が集まらない、集まらないということであればあれなんですけど、うん、でも別集まらないんだったら集まらないなりでいいんじゃない、120人だったり、ね、集まらないっていうのはこういういい加減だからいい加減でどうも安そうだっていうところから、そういうことはあるよね、まあ、ここまで騒がれてしまったっていうのがあって、うん、そういうところに行くのはっていうのはちょっとあると思うんですけどね、獣医、まあ、獣医学会、獣医会というか、そういう情報のためにもならないですよね、獣医会はどうなんですかね。だからこの記事でも取り上げたんですけど、要するにその加計学園がですね、今年の6月に全国の大学や、うん、要するに大学が分かれる四国域内など4000余りの、うん、要するにね、うん、あの
医療従事者の方々にアンケート調査をしたんですが、そしたらその家計が今度新しく作る獣医学科で学んだ獣医師を将来採用したいと思いますかと答えた人は、うん、ぜひ採用したいがですね、はい、3.7 から7.8% ってこと、うん、で採用したくないっていう言葉もあるんだけど、それは 35.6 から 36.6% になると、うん、ダメじゃんって感じなんですよ出ても働けないんじゃないかってこと、こんないい加減なとこで出たところでっていうことですね。ちゃんともね、その辺はあれですけど、まあ要はちゃんとね、ちゃんとあの学習してきてなければ全然それはね、いいと思う。だからやっぱりそれなりにこうね、国家試験とかあるんでしょうしね、そこをまあクリアすればいいと思うんだけれども、本当ですよね、なんで韓国人あれなのかなっていうのはすごい、すごい疑問ですけどね。でもね、確かに僕が獣医だとしたら、いやあのみっちりぬいぐるみで実習積んできましたってやつは、もちろん最初はね、ぬいぐるみとかだと思いますよ。最初はこうで、こうだからこういう感じでっていうのはね、最初はそうだと思うんですよ。あの人間だってきっとそうでしょうからね。ですけど、そっちしかやってないっていうやつを、うん、っていうのはちょっとあれだと思う。多分段階上げてね、あのそういうのは出てくるとは思うんですけど、ただそういうのがやっぱり最初にこう出てね、あのぬいぐるみが最初にこうあの書類として出てきてしまうと、うんっていうのはありますよね。はい。はい、そして今日最後の話題はこちらです、小池代表が希望の党の代表を降りました、ね、はい、うん、これについてしかもなんか、ね、唐突に降りちゃったっていう印象の方が多分強いんじゃそうですよね。なんか創業者の責任者として続けますって言ってたのが、あれ何だったんだろうと、そうなんですよね。で共同代表が選ばれて、はい、で執行部ができてっていうタイミングではあったとはいえね、はいはい、でその日の夜に実は都民ファーストの会が新宿京王プラザホテルで、まあ、壮大な政治資金パーティーを初めて行った、はい、党としてね、はい、でそこに小池さんも、まあ特別顧問みたいなことをやってますので、はい、駆けつけて、でその後ぶら下がりの取材があったんですが、で代表を辞めることっていうのは要するにその、まあ、総選挙で、小池さんが代表だから投じた人もいるだろうし、はい、そこで一票を投じた人はまさか、玉木さんが要するにその代表になる党だとは思っては投じてないはずだと、はい、うん、そうですね、その要するに有権者に対する責任についてどう思いますかって聞こうとしたら、はい、要するにそのなんかその小池さんの方がもう食い気味でですね、はい、それはちょっと違うと思いますみたいな感じで、はい、もうイラッとイライラなのよイライラなんだ。それでまあそのなんていうのかな、まあもうここ衆議院選の渦中からかなり自分が思い通りにならないことがただ続いていましてですね、でそれで痛いこと言われるともう最近だともう顔に出ちゃうのね。ああ、それは良くないですね、うん、イライラがもうその態度から見ても明らかで、はいはい、それでもう特別秘書の野田さんという人がいるんだけれども、うん、その野田さんがあもうちょっともう質問打ち切れっていうふうにちょっと合図出して、うん、それでもう、うん、あのおしまいみたいな感じになっちゃったんですけど、はい、おしまいみたいな感じですかそうなんですよ。だからまあなんていうのかなと思うんですが、でただね、都政に専念するかっていうと、うん、これはまたちょっと違ってて、うん、でもちろんその執行部の顔ぶれ見ると、はい、いわゆるあの彼女が言うチャーターメンバー、うん、要するに最初の決闘メンバーみたいなのがかなり幹部に選ばれてるし、うんうん、玉木さん自身も、まあ、つい最近まで携帯番号を知らない仲だったとはいえ、うん、まあ、小池の言うことを聞こうとしてると、はい、うん、でしかもなんですけども、希望の党、確かね事務総局長かな、うん、っていう肩書きを持ってる人ってのが、はい、小池さんの昔から知り合いだった記者なんですよね。記者、うん、はい、今はもうその新聞社を辞めたんだけど、はい、こっちの方にほぼ専念してるんですが、はい、まあいわゆる署名記事なんかも書いてて防衛省の担当もしてたし、はい、要するにその安倍さんにもインタビューしてるような記者だったんだけど、はい、まあその要するに希望の党の要するにグリップを握ってるみたいなところがあるんですよ、うん、でグリップを握ってるってことは何かって言ったら金庫番なんですよ、はいはい、でその小池さんの息のかかった人物が、うん、要するにまあ簡単に言うと金庫の前にいつも座ってるみたいな状態に、うん、はい、でお金は完全に扱ってるなるほど。そうで12月には今度政党助成金がこの希望の党に対してまず年に4回配られるうちの5億円がドン、はい、約5億円がドンと、はい、で来年以降多分20億円ぐらい集まって、うんうん、だからそこら辺もしっかりしてんのね。あ、結局
この小池の言いなりになるしかないっていう、まあだからその影響力っていうのはやっぱりそのお金の力ってかなり近い、強いですから、政治家にとって見てもね、だからそこをしっかり握ってるっていうことは、まあまだまだ影響力は、でも都政に専念なんてことは、まあ都政もまあやるでしょうけど、相変わらず二足足で、ただその都政自身も要するに今週そのパーティーの席に、はい、実は共闘、いわゆるの知事与党とされていた公明党の都議の人、はい、関係者が誰一人として来なかったわけよ、はい、でこれはなんだというふうになったら、いきなりその都議会公明党の幹事長が、はい、要するにもう連携を解消するってことになっちゃって、はい、公明党もなんだよって思いますよね。公明党ですよね、それなんかさ、だから結局で人気があるからね、じゃあ乗っかるみたいな、もうそれだとね、本当に個人の資質は何なんだっていうことに言いたいですよね。だからその公明党も内情苦しくて、要するにその衆議院選挙の比例票っていうのがこの間、初めて700万票終わったと、でピーク時にはだから確か800万票を上回ってたぐらいだから、相当もう要するに会員の方が入れてるのと、いわゆる F と言われてる人がいるよね、そこを上積みしてきてたものが今もう成り立たなくなってきてるっていう、でもちろん会員の方からもかなりその今の公明党おかしいじゃないかと、で政権では安倍さん、しかもその路線の違う安倍さんと連携を組んでるのに、都政では自民党と対立して小池さんについてると、なんかこう強いものに巻かれてる印象しかつまその場でね、っていうことでしょう。そういう印象でしかないです。それはそんな政党じゃいかんやろということで、とりあえず都政の方はまあ一つ解消したということにはなってね。でこの間の葛飾区議選っていうのがあったんだけども、そこも公明党はその候補11人、今現職11人だったんですよ、それを11人これ勝てねえぞってことになって、9人に絞ったわけ、候補で一応全員当選したけども、前回から要するに4000票ぐらいやっぱ減ってんですよね、この区議選での4000票っていうのはかなりの数なんで、それは、公明党も公明党でね、今ちょっとこうあの統制が危うい、なるほど、小池も危うい、なんか危うい人ばっかりで、なぜか安倍ちゃんだけが安泰という、はい、小池さんっていうのはこう、近いところに優秀なブレーンっているんですか？なんかこれもね、それ結構いわゆるブレーンの一人であったのは、今言ったその事務総長に就任した方なんですけど、ただねいないんですよ。そうでしょ、今も都政の方のブレーンって呼ばれているのが、ちょっと前まで、都の特別顧問だった小島さんという方がいたんですが、この方が今都民ファーストの会のこれまた事務局長みたいな、金庫番ですか、そう事務員みたいなことやってて、はい、いやまあ、小島さん金は握ってないんですけどね、でまあ彼ぐらいしかいないんでね、ちゃんと相談できるアイデアも出し合えるみたいな、っていうかおそらくなんですけど、人を信用してない人ですから小池さん自身が、それはやっぱ人も寄ってこないですよね、だからまあなんていうか寂しい人なのかなという気もするけどね、パフォーマンスだけで中身がない感じがするんですよ、印象として。おっしゃる通りですね、パフォーマンスするのはやっぱうまいですよ、もうメディア使ってバーンってやるのうまいですけど、中身は何かあるのかなっていうところが、小池代表ね、なんか行動を見てると、なんか通帳印鑑カード、カード全部握って実家帰っちゃった専業主婦みたいなね、頑張せて、なんかそんな感じですよ、なあなあ、私フルスに帰りますって、都知事の方に行っちゃって、そうですよね、もらえるものだけはもらえますって、でもちゃんと都知事って仕事してよねって専業主婦ちゃんと掃除しなさいよとかっていうところで、こう姑に怒られるみたいな、そんな感じですかね。すいません、なんか今日いや私も言い過ぎたのかもしれませんけれども、春間富士の暴行をちょっと手厚くやってみました。かきかけと小池代表の話も出ました。来週はこの、ね、あたりがどんな風にニュースが変わってくるのか注目していきたいと思います。今週はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。